こんにちは、転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 室で扱う商品の中でですね、中国仕入れの商品、そんな商品で NG 商品というのがあります。その条件についてお話します。まず偽物は NG と、これ本物でしょうかというね、疑問が出てくる商品、疑問が出てくる時点でもうまず偽物です。大抵ね、迷うことなく本物だと思っても偽物を使う人が後を絶ちません。これはヤフオク仕入れなんかに慣れてない場合ね、よくあります。ですから偽物は NG、 迷ったら、やめておくと。で、ヤフオクの出品者でもですね、評価とか見て、偽物というのを書いてある場合はね、ほぼ偽物を扱ってます。そういう出品者からの仕入れは避けてください。それから粗悪品は NG で、粗悪品といってもね、単純に例えばね、仮想の面が出来が悪かったというようなものは別にまあどうでもいいんですけど、耐久性とかね、必要な性能が決まっているような商品は NG です。さらに期待した性能が得られないと事故が起こる商品は決して扱ってはいけません。医療品はね、医療品 100% NG ですね。これきちんとしたメーカーでも不良品が混じるぐらいなんで、副業である個人輸入でね、中国仕入れとかヤフオク仕入れでまともな医療品が手に入るということはほぼないです。あと、シャレにならないのがね、リチウムイオン電池、これを使った商品も 100% NG です。リチウムイオン電池というのはね、ほぼ爆弾です。でうまく制御してね、厳しい検査をしてうまく制御するから、爆発せずに済んでると。でね、いい加減な製造工程とか検査が甘いとまさに爆弾です。そんなのね、扱ったら本当に儲かるとか副業とか、そんな話じゃなくて人生棒に振りますんで、一見儲かるように見えてもね、モバイルバッテリーとかね、リチウムイオン電池入りのヘッドホンとか、そういうのは扱わないでください。最近あった、先月あった事故でね、最近ニュースの中でこれね、リチウム電池入りのヘッドホン、してて燃えちゃった人の女の人の写真ですけど、恐ろしいですね。リチウムイオン電池はね、もうあの小さい中にそれだけ 高圧電流をね入れて取り出すというのは、ほぼ爆弾だということなんで、決して扱わない方がいいです。それから食品は NG、ね、これ食べるものはね、事故があった時危ないという問題もあるんですけど、それより何より、FBA で納品する際にですね、食品で何十個もまとめて納品するとまず税関で引っかかります。その税関を通すのはね、1回送ってね、数万円儲けようというようなレベルだと全く割に合いません。それから Amazon の商品レビューで悪い星1つとか2つのレビューがある商品も NG と。これ良いレビューがついてない、レビューなしっていう商品は別に問題ないです。それは普通です。ただね、悪い星が1つとか2個のレビューがある商品で、中読んでみるとね、すぐ壊れたとかね、出来が悪すぎるとかね、あるいは値段に敏感な商品だとね、高く売りすぎとかね、そういうのが書いてあるのはもういいことないんで、やめた方がいいです。で、逆にあれもダメ、これもダメ、じゃ何がいいんだという話なんですけど、転売アカデミーでおすすめする商品特性はですね、まずくだらないこと、くだらないものであること、ね、仮想の面とかね、くだらないものの模型とかどうでもいいもんですね、なくても全くいいけど好きな人は好き、あるいはね、無駄遣いが好きな人だけが買うというような商品がいいです。それから軽いこと。これね、軽い方が送料安いという問題もあるんですけど、何十個もまとめてね、FBA で送るわけですから、重いもんだとね、投げて運ばれた時に、その中で重いものがね、動きます。壊れやすいものの中にね、石ころ詰めて、それガサガサやったらね、石ころのおかげで他のものが壊れますね。そういう状態になりますんで、重いものは危険だと、送料かかるとか言ってなくて他のものを壊しちゃうので危険だというのもあるので、やめておいた方が無難です。それから壊れにくいもの、FBA で投げて運ばれる、納品の時はね、まだほとんどは日本側で運ぶんでいいとしても、
アメリカについて、で、アマゾンの倉庫の中、それからアマゾンの倉庫を出た後は、相当日本人が見たらね、そんな運び方すら壊れるに決まってんじゃんというような運ばれ方をします。だからね、壊れやすいものは、かなり高い確率で壊れて届くということがあるんで、壊れにくい商品がいいです。商品はね、いろいろ試してみて、儲かった商品を入れると、売れない商品は忘れるというようなやり方で探していきますけど、商品探しが全然進まないという方はですね、個別サポートの方でチャットワーク、スカイプ、お使いください。まあ、商品探しがね、個別サポートを使ってないけどうまくいかないという方は、個別サポートにアップグレードした方が、まあ、商品探しがスムーズにいって、時間と帰って儲かるんでお金の節約になるということがありますので、アップグレードなんかもご検討ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。